神教による賜物前の封印は失敗に終わった。しかし神教の力は賜物前の真の姿を暴き出す。悠久の時を生き抜き強大な力を得た妖獣キュービの狐、その妖力をもって魔物を生み出し自らの姿を自在に変え、さらには九つの王思うままの姿で操れるという。敵の姿は変わってもなすべきことは同じ。この騒乱を終わらせるため災いをもたらす者を神教に封じる。周遊たちは九尾の狐が放つ妖気を追い道光の地へと向かった。敵が九尾の狐であってもなすべきことは変わりません。彼女の力を削り神教をもって封じる。ただそれだけです。ですがまた術を使われるかもしれません。何かいい手があればいいのですが。道光には以前の戦いで使った火薬類が残っているはずです。それらをうまく使えば賭けを仕掛け敵を混乱させられるかと。いい手かも。キュービさんきっと驚いちゃうね。では行きましょう。くれぐれも油断はなさらぬよう。時代の闇を晴らすため私は参りましょう。こたびの戦、家計を用いて敵を殲滅する。主膳、状況はどうだ。貯蔵庫から物資を奪取すればいけます。ですが付近には敵が多く奪取は困難かと。では敵の注意を他に向けては。俺が派手に戦って敵の目を食い家計は貴様らでよ。骨ごと噛み砕いてくれ。この量は不十分か。もう一つの貯蔵庫に向かいます。最強の武を見せてやる。申し分ない働きだ。どけさ子ども、手に踏みつぶされたいか。
気だ。はい、私が行く。焼き尽くすのだ。よし、策はなった。我々も船で突入し、キュービの狐を狩るとしよう。
すぐでないわ。この世に災いをなしていう言葉か。この周光金が打ち滅ぼしてくる。あの子の中身にこの世に不要のないようにどうか。覚悟を。キュービさん、みんなを困らせちゃダメだよ。もうダメよ。おお、一段とサイズのおいでですな。そちらの相手はもう会えた。あとはこやつらとでも戦って。私が行こう。偽物か。倒してキュービの狐を追うぞ。それを知らぬなら異論はよい。神田平八郎忠勝中三。狐の尻尾は全て打ち破ったな。ならば本体と合流し皆で狐を追い込むぞ。勝ちどきを上げよう。キュービの狐には逃げられてしまいましたか。でも力はかなり削れたと思うな。偽物の正体はキュービさんの尻尾だから。尻尾を倒すとキュービさんの妖力は弱まるの。回復には少し時間がかかるはずだよ。そうですか。では今こそ彼女を追い詰める好機ですね。ええ、回復する間を与えてはなりません。このまま急ぎキュービの狐を追いましょう。至高の舞をお見せできたようです。小田原城から強大な妖気を感じます。キュービの狐はおそらくそこにいるのでしょう。面倒だ。気を隠しきれぬのなら逃げねばよいもの。ですが探す手間は省けました。賜物前の時は気配がなく大変でしたから。そうですね。しかしもう終わりにしたいものです。逃げる女性を追いかけるの、化かされて互いを疑い合うのね。ああ、くだらん騒ぎはもう十分。我らの手で奴を封じるぞ。キュービの狐はまたしても逃げた。しかしどこへ逃げようとも強大な妖気は隠しきれない。英雄たちは彼女を追い、妖気立ち上る小田原城へとたどり着いた。今度こそ逃がすわけにはいかない。しかし同じように心境をかざしてもまた失敗するだろう。確実に封印するにはその妖気を徹底的に削ぐ必要があった。キュービの狐と彼女の尾が変化した偽の英雄たちを倒し、心境の中へと完全に封印する。今こそ決戦の時、全てを終わらせるべく宗妃たちが駆ける。キュービの狐の力は衰えてませんね。ここにいるだけで気をされそうです。彼女を確実に封印するためにはまずできる限り妖気をそがねばなりません。そのために取るべき方法は2つ。尾で作った偽物の撃破、そしてキュービの狐自身の撃破です。分かりやすくてよかろう。行くぞ。ここで全てを終わりにしてやる。俺たちの家は壊させない。何が起きようとどんな世界でもな。
小田原城の状況はどう？付き添っている氏康殿はおそらく知って、まるで北条軍の留守を欺いたのでしょう。尻尾を退治しながら狐狩りか。必ず仕留めて退治してやる。おのれ、わらわを封刃とするか。いまいましや人の子らめ、残らず帰るうちにしてくれよう。いねえ、我がしもべたちよ。慌てるなバカ、尻尾が化けてるに決まってんだろ。キュウリの狐の容器を徹底的に損、奴の尻尾は全て打ち倒せ。尻尾は9本でしたか。全て倒すのは少々骨が折れますね。商品景色も高まりましょう。フォアホール、俺の城を争うか。邪魔ね、屈辱忘れまし。敵将勝ってやった。秀吉様に化けた。倒すしかない。今は気が重いだ。やられてもらったか。およく、あの悔しい。来るでないわ。みなと封じられてなるものか。このまま混乱は続くの。思うほど知るがいい。そろそろおとなしくしてもらおうか。敵将、俺が出るか。待ってやった。えい、こしゃくな。胸らごたくに囚われるものか。じゃあ また逃げた。しかし私の偽物とは奴も余裕がない。これ以上逃げられないようにしましょう。みんな、城の周りを包囲してもらえるか。執着至極に存ず。you
立場を分かっていないらしい。私たちがお前を感じるのは膝名付け。貴様らはここで終わりだ。存在だ。それが私として眺めるのも滑稽なものだ。あれ、わらわは、わらわは封印なぞされぬ。私が負けるな。なんということじゃ。しかし、勝負を固めた。逃げる隙はなかった。四天童子とオロチも出してきた。相当危ないところでした。援軍感謝いたします。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私が真の三国無双だね。終着至極に存ずる。聞こえるぞ、お前の戦いの旋律。弾けない。私に挑む貴様は何者だ。私を倒したいい気になるげないわ。私が出よう。打ち取った。おお、すげえな。メッセ。偽物とはいえ、さすがの威圧。私たちを押しとどめることはできん。私が討ち取った。さすがですな。貴重兵らの士気も高まりましょう。近寄るでないわ。いい加減偽物と戦うのもあった。ここで終わりにしてやる。鏡に封印してくれる。
報告、城内に九尾の狐が現れました。北西に向かって移動しています。ないわ。まさか倒したのは偽物。尻尾を自分に化けさせ、おとりにしたというのか。狐が小賢しい真似を。急いで追うぞ。敵将、私が討ち取った。終着至極に存ずる。くぅ、超イカス。断末魔を上げさせてやる。我れあがきもその辺にしておく。着をつけてやる。敵将、私が討ち取った。嫌じゃ。ついに九尾の狐を捕らえた。これで混乱も収まりますね。さあ、心境に封印しましょうか。たわいもない。よし、これが俺の望んだ成果だ。ほう。皆様、お見事でございました。くれた。天帝になり変わり、礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは横島な願いと些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが雷動する思いと力はいかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らはわしらに示してくれた。ああ、願わくは人界も仙界もそのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。
それが天帝、そして私たちからのお礼です。皆様、本当にありがとうございました。どうか良い日々を紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。あれは何だったんだろう。まさしく一睡の夢のようでしたね。ふん、退屈しない座興ではあったな。ふん。